いきますかい。多分ボスのような気が。じゃ開けてなかったのか。毒消し。ガバガバ。あ、取れてないのが戻っただけか。戻れないやつだな。雲かな。雲だな。ん、雲、ん、ん、何、何これ。ムカデか。岩ムカデ。すごいの来たな。けどまあ上に上がろう。間に合ったな、間に合ったな。危ない危ない。話は通じない。とりあえず毒をこれで。大ムカデ、大ムカデは基本だよね、妖怪物を。とりあえず毒がなければ戦いはできる。登ってきた。飛び降りよう。痛い。なんかギミックある？ないくて普通に正面から戦ったらいいだけなの？その辺も初見じゃわからないけど、落下地名を狙うべきなのかとか何にも分かんないけど、こうやってケツを狙うんだね。引き返してきた。ダメージ出たね。一瞬で毒。なるほど、ね、だいたい分かった。とりあえずまず毒を晴らしてケツから順番に倒していけ。多分そういうパティーン。毒晴らすの使うの結構時間かかる。もしかしてこれ、いや晴れてる晴れてる。飛びよう。で、この辺で十分じゃないか。でこう落下地名だ。ほら壊れろ壊れろ。でこの隙に本体を狙うかな。毒きついな。毒消しもすぐ使える位置に持っといた方がいいな。だいぶ遅くなったな。よち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 ってなって。もう毒復活した？まだ回ってるよな。倒し方でも教えてくれるわけじゃない。てかもうこんだけ遅くなったらさ、余裕がないのかなこいつ。
ちょちょ、そういう、そういうのもあるんだ。ほら、やっと。おお、毒玉、毒玉。いけいけいけ。あ、これもう本体？もしかして。もう本体だけになってる？もしかして。もうちょっとバラバラになるのかと思ったんだけど。回復薬残り1個っすよ。もう本体だけになってるっぽいね。じゃあもうジョーダンにしてコンボで一気に、次立ち上がった瞬間ないのがちょっとしんどいだな。もう体取っちゃったら終わりじゃん。あれ、今の動きどういうことなの。録音しない方がいいんじゃない。当てにくいね、ロックオンしないと。よし、倒れた。致命、致命とかない。でも半分で1回ぐらい攻撃パターン変わってもおかしくないよね。あれ、逃げてる。嫌な予感しかしないな。なるほど、また体取ってきてる。半分でもういっぺん体をおかわりしてくるんだ。さらに、はあ、まあ分かったけど、ちょっと1回目だときついかな。回復薬がもうないし、追いつかれて死亡かな。逃げ切れた。で、体を巻いて、で、ロープを、よし、分かったけど、ちょっと回復薬足りんわ。いたいた、もう遅くなってるからね。もう 2,3 個あったら勝てそうだよね。うわ、何あのホーミング。まあもう大体分かりましたんで、次でいけるかな。ヒットポイント4個か。6個ぐらいあったら初見でいけたな、十分。どうしようかな。
とね、装備を毒消しこっちに持ってきておきたいね。わざわざあの変えるのがめんどくさい。毒消し、毒消し、あ、2個とか装備できんだ、同じの。戦略4個これね、ほんとね、いっつも思うんだけど、初っ端からいきなり攻めてくるのはマジでやめてほしいんだよ。ここだな、ここからぐるっと回ってこの辺で飛び降りる。ちょっと足り、ねえ、どうだ、やっぱ落下致命が上手よかったんだ。いつになったらお前出てくんだよって思って無駄ダメ食らいすぎたな。すぐ回収できてねえし、毒復活してる。超きつい毒。1回でばらけさせるのは無理だと。当たり判定がバラバラできつい。一応胴体もあり、もう今回は面倒くせえし、正直回復失敗してるから割と適当に戦ってる。一番初めにミスった時点でもちょっといいかなって。なんかいい攻撃方法ないかな。歩いてきてるのをこう。こうで回避できるかなと思ったんだけど、歩いてきてるのにカウンター取れるとだいぶ楽だよね。こうかな、こうだな。よし、じゃあ、入り口あたりで死んで次の戦いに備えよう。この一番初めのね、守護霊を回収するタイミングが一番危険なんだよ、このゲーム。そこで2パン食らうと回復薬をもう消費して戦わないといけない。だから入り口付近に置いとくに越したことないわ。こんだけ近かったら大丈夫だろう。これ本当嫌なんだよな、こういうの。ここが一番狙いやすいっぽいな、あらかじめ。なんか詰まってる。おーっと回ってたのかな。
予想外です。間に合うか、落下。間に合わないっていうのはどこ復活してる。この辺のさ、微妙な段差が登れないって。この微妙な段差が、とりあえず一旦攻めよう。ここで1回目全部いけるといいな。やばいやばいやばい、治ってる治ってる。ついでにどこにもなってる。まあとりあえずこれで1回目はいけたろう。パーツ残してるのかな。よし、あー、きつい。はい、アーニョはこっち。毒が復活してる。毒の復活つらい。さあとりあえず今回で半分までは行こう。ナイス、決め、カムいったろ。ガード、連続攻撃がないからね。最悪スタミナギリギリでガードしてもいい。よし、いったいった。スタミナがない。でこいつが逃げ帰るまでにちょっとでもダメージを与えたい。後のことを考えると。よし、で復活してきて、もうここ飛び込んだ方が絶対いいだろう。もうあと倒しきるだけじゃないこれ。これは壊してる。はあはあ、プラスしびれ。ああじゃねえ。回復薬まだ2個あるし、これで抜けたかな。次も落下致命とか狙わずに。
落下地面とか狙わずに狙わないとは言ってない。なんか1400っていいダメージに見えた。痛い。痛いけどこれもある意味ダメージ食らいながら無理やりでも勝てる。そろそろ毒来そうだ。一点上上がるか。もうパターンないだろ。よし、じゃああとはもう遠距離もあるし、もうワンコンぐらいかな。ほらよ、よし、倒した倒した、達成。ちょっと時間はかかったけど、まあそこまで難しいというほど難しくはなかった。ちゃんとね、敵に合わせたあの守護霊変えた方がいいね。ミッションコンプリート。銀山の剣片付けない。これで、銀山として使うことができますぜと。左翼で見たことは他言専用にしてくださいと。さらすれば半蔵殿が頼み、毛利の利となる限り全勝いたそうと、小早川さんのとこ行ってみてはいかがかな。よっと、で次追加サブミッション、両方サブミッションだよね。こっち、あ、これがメインミッションか。まあこのサブミッションはやってないからやろうかな。で本拠地はここか、拠点。修行所とかは増えてないね。じゃあ社でレベルだけ上げて、よし、とりあえずこれで OK、 これで予定通り、吸収するたびに体力が30ずつ回復していくと。雑魚1匹倒すごとに30だ。でもヒットポイント結構多いからな。10匹倒して300だもんな。でこっちは宝感知まで切って、まあ、こっちもねだいぶ威力増えてるよね。武器のダメージ 15% で10でまた次のがあるのか。この雷剣と同じようにもしかするとどんどん増えていくのかもしれないね。これあのこれ自体が強化されるっていう。現状は11以下のやつが分からないんじゃなくてないんじゃないかな、もしかして。で強化されるとその下に来てみたいな。まあね、うん、攻略ページとか見てるわけじゃないから分からない。まあその辺はおいおいと。どうしても詰まって分からなかったらその時頑張ろう。装備見直し、特になし。次鎧、これは重量がちょっとしか上がらないのに守備力がだいぶ上がる。山伏装備、いい守備力してるね。
あんまりね効果は良くないんだけど、こんだけ守備力が上がるんなら、でもね今30だからね、だいぶ山伏装備、しかも軽いんだよね山伏装備。悪くはない。で腰、お、西国無双装備ができるぜ。 49.8% で足、重量って、うわー山伏装備 0.2% 超えてしまう。 50% までいいのか 49% なのかはちょっと分かんないけど、ちょっと残念。もう現状ギリギリだもんな。ちょっとお守りの見直しも、久しぶりにお守りいいの出てるかも。薬の回復効果が 8.4%、 現在つけてんのは 8.1%。 だから陰籠をいい陰籠に変えれるか。陰籠、その代わり防御性能がへちょいんだよね。これたいしたものじゃない。お守り、土よけのお守り、麻痺よけのお守り、ドロップ率アップは結構おいしかったりする。ザクロ石、ガード時属性ダメージ半減、結構いいね。ただまあなんだろう、これといってこれにしときゃいいやってのが、これ気力切れからの復帰時間短縮は結構でかいと思うんだけどな。ただ飛び抜けてこれにしときゃいいってのないな。この辺が白スラのね、いいの出るまでちょっときついっていう。にしても格好ひどいなこれ。何この格好、L3 荷物入れ。あ、なるほど、蔵にぶち込めるんだ。いらないのは預けてしまいってことだね。ちょっとアイテム多くなりすぎるとわけわかんないもんね。もう効果ないやつ売るか預けるかしちゃった方がいいのか。よし、まあ OK かな、装備の見直し。